とは決まって相手が倒れた後、まあ、もう一打打とうとしたところで止められたのはもうその時点で自分が、まあ、もう相手が動かないと思ったからやめたというところですか。そうですね、もう、左入ってで一発、まあ、右入れてでこう上向いた瞬間目が飛んでてもう無抵抗だったんでもうこれ以上いったらやばいなと思って、はい、止まりました。実際に戦いをしてみて、シュレク選手の印象というのは戦う前と違うところというのはありましたでしょうか。いやもう想定通りであれも全部自分の中で想定した動きだったので、まあ、シュレク選手がなんかいろいろ工夫しているのは、まあ、絶対やってくるなというのは分かってたんですけど、まあ、そうさせないというかできないような戦い方をできる自分ができる自信があったのでまあ、全く何も心配なかったですし、まあ、あれも本当にイメージ通りの展開でした。